大変だぜ霊夢。習近平が宅配事業の新規則を発布して中国内の物流を大パニックに陥れているんだ。また失策なの？やることなすこと恨めばかりで、そろそろ国民も大爆発するんじゃない？今回の被害者は宅配業者の人たちってこと？直接的に被害を受けてしまったのは宅配業者なんだが、物流が大混乱したことで荷物の届け先である消費者にも影響が出ているぜ。ふむふむ、当然そうなっちゃうわよね。新規則のせいで物流自体が滞るようになり、当然宅配業者の負担も激増しているんだ。大量の配達員が辞める事態にまで発展していて、人民には頼んだ荷物が届かなくなっている。現場の事情を全然理解していないのに勝手に規則を作るからそうなるのよ。全くその通りだ。こういうのって規制や規則を決める前に少しシミュレーションしてみれば予測できるんじゃないの？習近平は何回失策を繰り返せば学ぶのかしら？彼らの意図を完全に理解することは難しいが、失敗から学ぶ頭がないのは確かだぜ。過去にいくつも失策を決めてくれちゃってるものね。こんなリーダーの下で暮らしている中国民たちは本当に気の毒だな。それじゃあ今日は習近平の最新失策、宅配事業への新規則について解説していくぜ。最近はネット販売が盛んだから宅配がストップなんてことになったら大パニックになっちゃうわね。ああ、実際に大混乱を起こしているぜ。クレームの嵐になりそうだわ。お客さんはもちろん宅配業者の従業員たちも本気でブチギレているんだ。こういった怒りや混乱に対して沈静化の目処も立っていないどころか、今後さらに悪化するだろうと言われているぜ。それでどういう規則が原因だったの？悪影響を及ぼしてしまったのは宅配ステーションの利用に関する改定だぜ。宅配ステーションって自宅に配送してもらうんじゃなくて特定の場所で受け取るようなシステムよね？そうだな。今回はその中でも企業がいろいろな場所に設置しているスマート宅配ステーションについて新たな規則が設けられたんだ。ふむふむ、習近平はこの宅配ステーションを客の要望以外で使用することを禁止してしまったんだぜ。え？じゃあ顧客が要望すれば使えるのかしら？それって普通のことなんじゃないの？中国の宅配事情を考えるとそうも言えないどころか、実質の使用禁止と考えるのが妥当だ。どういうことなの？まず中国の宅配業者にとって宅配ステーションがどういう存在であるかを解説するぜ。現在日本でも見られる宅配ステーションだが、中国では日本以上に重宝された存在なんだ。中国は日本よりずっと広いし人口も多いものね。人口は約10倍、面積は約23倍だからな。中国国家郵政局によると2021年時点で35万3000台の宅配ステーションが設置されているぜ。ちなみに日本にはどの程度あるのかしら？例えば黒猫ヤマトが提携している PUDO ステーションは2021年時点で6300箇所に設置されているぜ。最近よく目にすると思っていたけど、やっぱり中国に比べたらかなり少ないわね。日本と中国では宅配ステーションの役割が違うんだ。中国では様々なエリアに設置され、荷物の中継局として機能しているぜ。これらの宅配ステーションは宅配企業やそれに付随する企業などが設置していて、顧客がそこから直接受け取る場合もあれば、別の配送業者が中継地点として利用する場合もあるんだ。つまりメインで配送を受け負った業者 A が宅配ステーションに収めて、そこから配送業者 B が引き継ぐって感じかしら？日本では最初に受け負った配送業者が自宅まで届けるっていうのが主流よ。中国でもそうだったんだが、やはり近年ネット販売が急拡大したことに伴い宅配事業への需要も急増したぜ。あまりに急激な拡大だったため人手不足になり、こういったシステムが発展していったわけだ。なるほど。中国の配送事業にとってなくてはならない存在だったのね。ああ。さらにこのシステムは何百万人という雇用を生み出したと言われているぜ。配送業務を円滑化するだけじゃなくて社会的にも大きな意義があったってことね。なんでそんな便利なシステムを使えなくしちゃったのよ。少し詳しく解説すると、習近平は24時間対応のスマート宅配ボックスや宅配ステーションを利用者の許諾なしに利用することを違法としたんだ。ふむふむ、この金を破れば最悪3万円日本円で言えば65万円の罰金が課せられることになるぜ。65万円も取られるの？じゃあ絶対に使えないわね。この法規制によって様々な悪影響が出ているが、その中でも大きいとされる問題は3点あるんだ。まず一つ目は当たり前なんだが、配送業者や従業員が今までのように稼げなくなってしまったという点だぜ。大混乱なのに収入まで減っちゃったら目も当てられないわ。そうだな。効率的な配送が可能であればネット通販の需要が増加している今は稼ぎ時だったはずだ。今でもネットショッピングの利用が増えているの？中国では経済の不安定さから価格の変動が起きやすいんだが、ネット通販はそれが起きにくいという特徴があるんだぜ。確かに安定した価格で買える方が安心だわ。だから宅配ステーションの需要だってそれに合わせて膨大なものになっていたんだ。それを利用できなくしてしまったら、設置した企業やその先の配送業者従業員も稼ぎを失ってしまうわね。
そして利益が上がらなければ運営を継続することはできない。実際宅配ステーションの事業者は悲鳴を上げている。生徒の宅配ステーションの運営責任者である奈美さんは多くのプレッシャーにさらされている。と現在の逼迫している状況について語った。習近平の思いつきで収入を断たれてしまうなんて理不尽すぎるわ。そして2点目の問題点として挙げられるのは配送事業者の負担増だ。奈美さんは宅配ステーションも使えなくなっちゃったし、配送事業で大きな負担を抱えるし、本当に大変そうね。ああ、そもそも広大な中国で配送業者の負担が大きかったから宅配ステーションが導入されたんだぜ。それを使用禁止にしたらどうなるかなんて簡単にわかりそうなんだがな。本当に本末転倒の結果だわ。ある配達員は1日におよそ400個程度の荷物を配達しなければならず1日中働き詰めだったんだ。これは宅配ステーションを利用している時点での話だぜ。じゃあ今はかなり悲惨な状態でしょうね。ああ、それまではなかった業務が上乗せされて大きな負担になっているんだ。400個もの荷物を玄関先にまで運ぶんだから大変よね。そしてお客さんの不在などで無駄足にならないようにお届け前に確認の電話を入れるそうだぜ。無駄足になるのも困るけど、全部に電話をかけるというのもかなり時間がかかりそうだわ。先ほど紹介した運送事業者の何しも仕事量が増大し、時間通りの配達を保証できなくなったと言っているんだ。不在配達の無駄は日本でも問題になっていたけど、中国の状況を見ると比べ物にならないくらい深刻な状況みたいね。忙しくなった分収入が増えるんだったらまだ納得できるだろうが、彼らは出来高によって報酬を得ているんだ。だから作業量の増大によって捌ける荷物の量が減ってしまったら、忙しいのに給料が下がるという現象が起きてしまうんだ。なるほど。そういうことなら宅配ステーションの禁止をする前に給与形態の見直しを強制するべきよ。中国政府が末端の従業員の給料まで気にするとは考えにくいぜ。そもそもそこまで頭が回るんだったら、こんな新規則が施行されることもないはずだ。おそらく習近平はしっかり把握できてないだろうが、宅配員の報酬はもともとかなり厳しいものなんだぜ。荷物1個届けてどのくらいの収入になるのかしら。中国の大手ニュースポータル新波 .com にとある配達員の記事が掲載されたんだ。それによると、配達員が荷物1個で得られる収入はなんと1元、つまり日本円で20円程度ということだぜ。20円。なるほど。400個さばいてようやく8000円程度になるってことね。宅配ステーションの利用禁止以降、顧客への直接配送や電話等の雑務により1人が避ける荷物の数は激減してしまったんだ。ちなみにこの時の電話代も配送員の負担なんだぜ。悲惨すぎるわ。荷物1個に対して確認の電話をかけるということは、その報酬の 10% から 20% を電話代として使うということになるんだ。留守電にでも繋がっちゃったら最悪ね。時間的にも大きなロスになるぜ。例えば確認の電話1回にかかる時間が1分程度だと仮定しても、以前のように400個の荷物を運ぼうと思ったら電話だけで400分かかるわけだ。6時間40分運んでる時間なんて残っていないわ。いかに無理を強いているかがよくわかるだろう。しかもこれは全員が電話に出てスムーズに話が終わるという前提だぜ。例夢が言っていたように、不在で留守電に繋がってしまうこともあれば、配達時間の調整のために話が長引くこともあるはずだ。電話だけで1日終わってしまいそうね。それに何度もかけ直していたら電話代もかさむはずよ。その上で顧客の玄関先まで荷物を運ばないといけないんだからな。エレベーターのないビルや目的地の場所がわかりにくい地域もあるはずだから、これも相当な負担となるはずだぜ。こんな苦難を背負って配達しているのね。でも今の話を聞いた限りだと、全部の荷物を運ぶなんて不可能なんじゃない？ああ。新規則施行後は配送の遅延はもちろんだし、それどころか荷物が全く届かないといったトラブルがたくさん起きているんだ。顧客にまでしわ寄せが来ちゃっているのね。中国各地にある配送の中継拠点では、配送しきれていない荷物の山が倉庫を覆い尽くしているぜ。埋まってしまった荷物なんかはもう届く見込みがないんじゃない？そうだな。もともとは検品用のベルトコンベアがあったが、今では大量の段ボールの山を強引に押し流す装置とかしているんだ。そんな中に自分が買った荷物があったら絶対に嫌よ。実はその可能性もゼロじゃないんだぜ。え、そうなの？中国国内では当然配送の遅延や荷物のロストが問題になっているが、日本から購入した商品についても一部そういったトラブルが起きているんだ。最近ではアリエクスプレスを使っている人もよく見かけるし、アマゾンなんかにも中国から発送の商品がたくさんあるわね。日本の利用者の中には、物が届いていないのに配送完了の表示がされているなどのトラブルに遭遇した人もいるぜ。日本でも影響が出ていたなんて知らなかったわ。物が届かないのにお金だけ取られちゃったら最悪よ。確かに顧客に不便や不利益をもたらすというのは最悪な状況と言えるが、実情を知ると配達員の人たちにも同情してしまうような状況なんだ。そうよね。
全体的に見ると一番の被害者は配達員の人たちかもしれないわ。先ほど紹介した新波 .com というニュースサイトによると、現在の劣悪な労働環境に加え、配達員たちは利用者からの苦情に怯えているらしいぜ。原因を見れば、配達員の人たちが悪いわけじゃないのに苦情を入れられるなんて本当に辛い立場ね。しかもこういう苦情を受けてしまうと、配達員の人たちに罰金が課せられることになるんだ。メディアの取材に対応した配達員の林氏によると、利用者からの苦情を受けた場合、会社へ非常に重い罰金が課せられるとのことだぜ。利用者からしたら、配送関係のごたごたなんて知ったこっちゃないってのが本音かもしれないわ。そうかもしれないな。諸悪の根源は習近平の愚策なんだが、消費者がそこまで考えを巡らせてくれるかといえばそうではないしな。苦情によって会社に罰金が課せられたら、配達員の査定にも響いちゃったりするのかしら。査定というより、罰金の責任はそのまま配達員が負うことが多いんだぜ。状況がわかっている会社も助けてはくれないのね。気の毒だわ。会社自体も全く余裕がないのかもしれないな。現在のところ新規則で起こるトラブルに対する中国政府からの具体的な取り決めはないし、配送会社もその責任の所在を明らかにしていないんだ。混乱のしわ寄せは全部末端の配達員に来ちゃってるわけね。私だったらさっさと辞めて別の仕事を探すわ。実際にこんな状況になって以降、辞めていく人は大勢いるんだぜ。厚生省南昌市のラジオニュースによると、新規則の施行後、配達員の5人に1人が辞めているらしいんだ。ただでさえ人手不足の業界なのに、これ以上人員が減ったら、荷物はこれまで以上に届かなくなるわね。ああ、これが新規則がもたらした問題の3点目だぜ。何か打開策を考えないと、どんどん悪い方向に進んでしまいそうだわ。中国中央放送局によって取り上げられた配達員の張さんも、新しい配達規則を知った2日後に配達員を辞めたと報じられていて、2年間地域のために配達員として働いていた彼女は、中国で配達員がどのような立場にいるのかを語ってくれた。もうこれ以上はこの仕事を続けられません。私の収入はもともと安定しておらず、罰金を課されることもありました。この新しい規則が出た後、ますます難しくなると感じたので、別の仕事を見つけなければなりませんと語っているんだ。この状況を見ると、それまでもずっと厳しい労働を強いられていて、それ以上に理不尽な環境に陥ることを予測して退職したって感じを受けるわね。それにしても、習近平はなんでこんなめちゃくちゃな新規則を作ってしまったのかしら。政府の言い分を見てみると、商品を注文した消費者の利益を守るためだとしているんだ。つまり、宅配ステーションまで取りに行くのは消費者の手間だから、ちゃんと玄関先まで届けなさいってこと？そういうことだぜ。結局消費者の利益を損なっているじゃない。ああ。大混乱で配送遅延や未配達が続出しているわけだからな。日本だってそうだが、この十数年におけるインターネットの発展によって、中国の通信販売という業界は大きく様変わりを遂げたんだ。昔は近隣で買えないようなものを通信販売で頼むイメージだったわ。今では日用品だって気軽にネット販売を使うようになっただろ。中国でも家庭で利用するものがネット販売商材の大半となっているんだ。ふむふむ。こういう慣習の変化から、現在の中国ではネットショッピング利用者の多くは家庭を守る女性なんだぜ。女性目線で考えると、重要視されるのが玄関までの配達ということになるんだ。確かに重要物だったり大型の荷物を自分で運ぶというのはちょっと大変だわ。それに宅配ステーションが遠かったりしたら、家を留守にする時間も増えてしまうため、家事のための時間を圧迫してしまう。宅配ステーション自体にも問題点はあったのね。そうだな。配達完了のメールを見過ごしてしまったり、迷惑メールフォルダに入ってしまって確認できなかったなどのトラブルも多くあったんだ。ありがちなトラブルだわ。宅配ステーションで受け取りが遅れたりすると、場合によっては延滞料金が発生することもあるぜ。顧客目線で見れば、連絡がうまく伝わらずに余分にお金を取られるなんて絶対嫌ね。なかなか難しい攻め合いだろ。顧客としては玄関先まで持ってきてほしいけど、配送会社や配達員としては宅配ステーションで効率を確保したいって考えだ。結局のところ、もともと中国の配送文化がデタラメだったってのも大きな問題なんじゃない？配送業者の判断で勝手に宅配ステーションを利用してお客さんに取りに行かせるんだから、日本人から見たら確かに異常だったと言えるぜ。そうよね。日本に置き換えて考えてみたら、習近平が作った新規則だってまともなものに聞こえるわ。ああ。勝手に宅配ステーションに置いていくのをやめて、ちゃんとお客さんの家まで届けなさいって言っているだけだからな。じゃあなぜこの新規則が習近平の失策だとされるかといえば、もともと混乱状態であった配送状況を一切改善することなく、新たな規則を設けてしまったからということに他ならないんだ。そう考えると、今回の新規則は完全に裏目の政策だったと言えるわね。中国政府が配達員の置かれた状況や、なぜ宅配ステーションを利用せざるを得ないかということに目を向けていれば、こんな規則を施行することなんてできなかったはずだぜ。
ど素人が消費者にいい顔しようとして適当に考えたってところでしょうよ。中国ではそれぞれの立場から色々な意見が飛び交っており、新規則施行翌日の3月2日のネットはこの話題で持ちきりだったんだ。その中でも宅配業者の退職を示すハッシュタグがランキング1位になっており、中国国民の関心度の高さが示されたぜ。もう社会現象みたいになっていたのね。そのうち配達員たちのデモだって起きるんじゃないかしら？ネットでは配達員からの悲鳴が確認できるが、知っての通り大きなことを起こせば中国では連行されたり暴力での鎮圧されるという結果が待っているんだ。そうだったわね。ちなみに今回の新規則に対して中国政府がわざと混乱するように仕向けたと考える人たちもいるんだぜ。何のためにそんなことするのよ。今まで話してきたようにネット販売の発展により宅配業界には大きな需要が発生しているんだ。中国政府としてはこれを民間企業にやらせておくのはもったいないと考えたわけだぜ。めちゃくちゃじゃない、ひどすぎるわ。つまり無理な規則でギブアップさせておいて国有企業で引き継ぐって打算でしょ？あくまで噂のレベルだがな。でもこの理由だとわけのわからない規則を作った理由は説明できちゃうわよね。単純に習近平がおバカさんだったからってことでも説明はできちゃうぜ。どちらにしても重罪よ。まあ現時点で確実に言えるのは、習近平が作ったこの新規則が国民を苦しめるだけの愚策であるということだ。なんだか最近こういう愚策が多い気がするけど、気のせいじゃないわよね。ああ、いろいろな政策が裏目に出ているぜ。せっかくだからもう一つ学習塾の規制についても解説しておくぜ。よろしくお願いするわ。習近平は学習塾も規制しちゃったのね。まずは自分自身が塾に通って勉強し直してきてほしいわよ。2021年の7月のことになるんだが、習近平は各家庭の教育にかける負担軽減を図るべく新たな政策を発表したんだ。つまり学習塾を規制してしまえば子供を通わせる費用がかからなくなるってことよね。今回もかなり強引な考え方だわ。具体的に内容を見てみると、まず学習塾の新設が禁止されたぜ。そして既存の学習塾は非営利団体とすること、それに加えて祝日や夏休みなどの指導を禁止したんだ。でも中国って学歴でかなり人生が変わってしまうのよね。勉強したいのにできない状況を作ってしまうなんて馬鹿げてるわよ。で、夢が言った通り、超学歴社会となっている中国ではどれだけ良い学校に進めるかで人生が決まってしまうぜ。そして富裕の家庭に生まれた子供たちはたくさんのお金を使って優秀な学習塾に通うことができるが、貧しい家庭の場合はそうはいかないんだ。なるほど。じゃあお金持ちの家庭に生まれるかそうじゃないかで人生が決まっちゃうとも考えられるわね。中国共産党によれば、学習塾に対する規制にはこういった貧富の差が原因となっている教育格差を軽減する狙いもあるとのことだぜ。表向きに言っていることは一応まといているわ。ただネットレベルでの噂では子供一人にかける負担を減らすことによってもっと子供を産んでほしい、つまり少子化対策の一環だと言われているんだ。ふむふむ。さらには多くの子供たちが学習塾に通って勉強をしたがために高学歴の人間が増えすぎ、それに反して彼らの就職先が足らなくなるという賃金省への対策の意味も含まれているとのことだぜ。優秀な人間が増えすぎて困るなんて、いろいろな理由が見え隠れする中、実際に学習塾への規制は始まっているんだが、すでに悪影響が出始めているぜ。規制が始まったのは2021年よね。まだ子供たちは育っていないんじゃない？悪影響が出ているのは子供たちの学習能力とは別の問題なんだ。中国中央テレビの報道によれば、2021年時点で約122万4000あった校外学習機関が規制後の2022年2月時点で9700まで減ってしまったぜ。え？10分の1以下じゃない。これによって当然多くの失業者を出したんだ。中国ってそもそも失業者が多くて大問題になっていたわよね。ああ。特に若者層の高い失業率が問題になっていて、一説によるとその数字は 50% 近いとされているぜ。そんな状況でさらにたくさんの失業者を出してしまったの？廃業した学習塾が11万件以上あるんだから、かなりの人数が職を失っただろうな。それに学習塾は高学歴の就職先としても人気の高い業界だったんだぜ。さっき高学歴の就職先が足りないから塾を規制したって噂があるって言ってたわよね。まったく逆行しちゃってるじゃないの。結局この政策も裏目に出て、高学歴の就職先を奪うとともに大量の失業者を出すという最悪の結果になったぜ。まず習近平が辞職すれば高学歴の就職先が一つできるわよ。ぜひともそうしてほしいな。最近不動産バブル崩壊で中国経済が危機的状況にあるって話をよく耳にするけど、今日はそれとは別の面の状況について知れたから楽しかったわ。そもそも不動産バブルの崩壊や経済危機だって習近平の愚策が引き起こした事態だと言えるぜ。
今日の話を聞いたらそれ以外にも彼が放った政策がことごとく裏目に出て国民を苦しめているのがよくわかるだろう。中国は確かに広くて人口だって日本の比じゃないけど、それにしても国家のリーダーが国内の状況を理解してなさすぎよ。確かにちょっとしたリサーチやシミュレーションをして国民に寄り添ってくれさえすればそれぞれの悪影響は防げた可能性が高いぜ。今日の話だと中国には優秀な高学歴な人たちが余っているみたいだから、習近平はぜひとも後進に道を譲ってほしいわ。そうしたら中国ももう少し良い国になるかもしれないな。だが残念ながら大きなクーデターでも起きない限りはしばらく現政権が続くことになりそうだぜ。さらなる愚策で中国が崩壊でもしたら日本だって無関係じゃ済まないから、これから発せられるだろう新たな愚策について注目しておくべきね。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。なあ霊夢、中国の銀行が相次いで倒産しているという話題は知っているか？そんなことになっていたの？中国経済もついにヤバいところまで来たわね。それじゃあその銀行倒産の話題について詳しく教えて。というわけで、で今回は、なぜ中国の銀行が相次ぎ倒産しているのか、という話題について解説していくぜ。みんなは中国の銀行についてどう思うかな？ぜひコメント欄にご意見ご感想を書いてほしいぜ。よろしくお願いします。現在独裁色を強めている習近平体制のほころびが経済面で露呈してきたようなんだ。それってどういうことなの？中国で大流行しているピアツーピア金融プラットフォームの倒産や閉鎖が相次いでいるんだ。ピアツーピアって何だったっけ？すっかり忘れてしまったわ。ピアツーピアとはインターネット上で中小企業や個人である借り手と一般投資家を仲介する融通事業だ。しかしより多くの貸し手を呼び込むために銀行の預金金利よりはるかに高い利回りを掲げた中には 10% や 20% の利回りを提示する業者もいたんだ。それはすごく高い利率ね。しかしうまい話には必ず落とし穴があるものだ。それはどういうことなの？なんと一部の業者は市民の資金を騙し取る詐欺集団だったんだ。それはひどいわね。ピアツーピア金融の攻防は中国経済の小さな縮図だ。2011年に規制の少ない状態で始まり、2015年には約3500社が参入する盛況ぶりだ。しかし政府の債務バブル抑制策により投資家の撤退が始まり、業界はほころびを見せたぜ。米国発のこのビジネスモデルは中国で特に急成長したが、その成長速度が規制当局の対応を上回り、多くの企業がリスクを抱える結果となった。流動性危機や詐欺事件も発生し、これらに対処する方法を見つける必要があるんだ。何があるの？最も有名なのはイーソ法だな。イーソ法は90万人以上の投資家を巻き込む76億ドル日本円で約8400億円規模のネズミ講詐欺だったんだ。ブルブル、それは恐ろしい話ね。中信証券のデータによると、中国の株式市場には100社以上の企業がピアツーピア金融ビジネスに手を出しているんだ。その中で32社はなんとピアツーピア金融企業の株式を 30% 以上も持ってるんだ。それだけ多くの会社が騙されたということなのかしら？そうだな。香港紙香港経済日報によると、7月2日から16日までの14日だけで、国内131社のピアツーピア業者が突然閉鎖倒産したんだ。いくらなんでもそれは多すぎ。おまけに一部のピアツーピアプラットフォームの経営者は貸しての資金を持ち逃げ、行方をくらましている。詐欺だけではなく横領までするなんて最低ね。その結果、投資家には約1000億元日本円で約1兆6300億円の被害をもたらした。資金回収の見込みはほぼないと見られている。それだけ莫大な金額なのだから回収は無理よね。中国のピアツーピア業界は規制で多数が倒産。投資家は抗議しようとしたが警察に連行された。どうしてそんなことをしたの？中国政府は少しでも秩序が乱されることで、政府への不満が表面化して集団抗議に発展することを最も恐れているんだ。たとえ資金を持ち逃げされた被害者たちが政府への陳情のために集会を開こうとしていても、その機会は絶対に与えてはいけないんだ。当然ながら中国国内のマスコミもこの件については知ってて知らぬふりだ。警察もマスコミも共産党の犬なのね。中国人はだんだんと豊かになってきており、休みには海外旅行を楽しむようになった。少しでも資金に余裕があれば投資して増やそうとしている。中国のバブル経済の様子がこのピアツーピアの件でもよくわかるわね。だが抗議に参加しようとした人々の多くは指紋と血液サンプルを強制的に採取され、北京への旅行を禁止された。やっていることがヤクザみたいよね。130万元日本円で約2100万円の損失を経験した上海のピアツーピア投資家によると、
抗議を前に北京行きの列車から排除された人さえいたという。なおその投資家は身の安全を懸念して氏名を明かすことを拒んだ。身元がバレたら政府に何をされるかわからないものね。このように政府が人々の頭を押さえつけ声を上げることさえもできないようにする。被害に遭った投資家の中には日本円にして1000万円単位での損害をかぶった人も多くいる。彼らの怒りや不満は次第に蓄積していき、いつ爆発するかわからない状態にあるんだ。下手したら暴動が起きてもおかしくないわね。中国の投資家は高リスク投資に魅力を感じ経済を支えているが、このシステムが崩れると巨額の損失が発生する恐れがあるんだ。崩壊すれば300兆円とも言われる不良債権が発生すると言われている。それはあまりにも莫大な数字ね。中国では経済の悪化を報じるメディアに対する規制が強化され、景気の悲観的な予測を報道することが制限されるんだ。もはや偽りの経済繁栄を継続することはできなくなりつつあるわね。そのため中国では経済情勢について悲観的に報道するメディアへの取り締まりを強化するようになった。つまり中国では景気悪化予測を報じることが禁じられるようになったんだ。政府に都合の悪い情報は一切報じないつもりなのね。極めて悪質だわ。米中貿易戦争は冷戦の後に続く戦争であり、サイバー王以上の米中対立だ。一部ではこれは当時のドナルド・トランプ大統領による瞬発的な摩擦だという見方もあるが、一方でこの戦争を米中100年戦争だとする声もある。それはどうしてなの？この経済戦争が表面化してからの中国経済は大混乱を極めており、株が大暴落している。逆にアメリカは好景気だ。どちらに部があるかは明白よね。また米中貿易戦争についてはトランプ大統領一人で決められることではない。アメリカ議会が対中姿勢の厳格化に賛成しており、アメリカとしての覚悟を物語るものだ。これは明らかに中国の弱みにつけ込んだ戦略だ。言葉は悪いけど軍事はお金になるからね。中国の対外戦略はお金を重視しており、アメリカは経済的な手段を使って中国に影響を試みてる。米中貿易戦争が長引けば日本や台湾、欧米の企業が利益を得る可能性があるからだ。中国政府は果たしてチャイナマネーがアメリカに流出するのを阻止できるのかしらね。おそらくこのままだと阻止することはできないだろうな。そうなったら中国も終わりとなりそうね。2023年度が終わって不動産企業の経営悪化が続いている。それはこのチャンネルで何度も取り上げていたわね。中国の不動産大手中国恒大集団と碧桂園は2023年12月期の決算を期限内に公表できず、市場の信用不安が高まっている。これは両社が財務上の問題に直面しており、特に中国恒大集団は経営再建中にもかかわらず巨額の赤字を報告しているぜ。碧桂園もまた赤字を抱えており、業績悪化が懸念されている。これにより他の民間大手企業の決算発表でも業績悪化が目立ち、中国の不動産市場全体に対する信頼が揺らいでいるんだ。不動産企業はどこも業績が悪いのね。恒大集団に対しては香港高等法院が外貨建て債務をめぐり2024年1月に清算命令を出したが、3月18日には子会社の財務書類に巨額の虚偽記載があったとして罰金を科されたことも発覚した。虚偽記載ってどういうことなの？恒大集団は2019年と2020年に売上を水増しし、虚偽の決算を報告した。2019年には2139億元、2020年には3501億元をそれぞれ前倒しで計上。中国証券監督管理委員会は許家印が業績の水増しを指示したとして、恒大集団に41億7500万元、許家印に4700万元の罰金を科し、さらに許家印と課会金は証券市場関連の職に就くことが終身禁止されたぜ。恒大集団は許家印が強制措置を受けたと発表し、連邦倒産法第15章の適用申請を撤回した。これは約5640億元、日本円で約11兆7000億円に相当だ。それはどうしてなの？この経済戦争が表面化してからの中国経済は大混乱を極めており、株が大暴落している。逆にアメリカは好景気だ。中国政府は経営問題を抱える不動産会社に対して厳しい態度を取り、破綻すべきは破綻させるという方針を鮮明にしたぜ。この様子だと恒大集団も破綻となりそうね。中国の不動産企業は恒大集団に続き、碧桂園も経営難に直面している。碧桂園は決算発表を延期し、香港証券取引所での株式売買が停止された。さらに債権者は碧桂園の法的整理を申し立て、広東省広州市にある複数の不動産売却情報が広州三権交易所で公開されたぜ。三権交易所って何だったっけ？すっかり忘れてしまったわ。三権交易所とは財産権を専門に取引する公設の市場のことだ。中国各地に設置され、企業の破産処理、資産整理、未上場株の譲渡などに利用されているぜ。そこで何を公開したんだっけ？碧桂園は広州市増上区にあるホテル、オフィス、ビル、ショッピング、モール、マンションの5物件を売却予定で、総額は約794億円。
売却資産には抵当権があるが所有権は碧桂園が保持している。またオーストラリアの子会社がシドニーの土地を約235億円で売却するという噂があり、2024年前半に成立する可能性があると確認されているぜ。もはやなりふり構わない状態ね。2021年から経営が悪化している中国の不動産開発大手のバンカ企業では販売額が2024年3月も減少したそうだ。他の不動産会社と同様に販売が振るわなかったのね。バンカ企業は4月3日3月の契約販売額が前年同月比 43% 減の245億元、日本円で約5140億円だったと発表。なお2月には 53% 減少していた。随分と大幅に減少しているわね。中国不動産開発のバンカ企業の販売額は2018年以来の大幅減となり資金難に拍車がかかって低迷が続いているな。中国の不動産セクターに好転の兆しはほとんど見られない。民間データによると3月も住宅販売の落ち込みが続き不動産業者は今月も目立った回復を見込んでいない。2024年1月から2月の不動産投資は前年同期比 9% 減少と予想を上回る不振だった。かなり落ち込んでいるわね。バンカ企業が3月に発表した2023年の純利益は 46% 減と1991年の上場以降で最大の落ち込みだ。格付け会社ムーディーズ・レーティングスに続き、フィッチ・レーティングスも同社の信用格付けをジャンク級つまり不適格級に引き下げた。これってつまりどういうことなの？格付けのジャンク級への引き下げはバンカ企業が発行した債券に関して短期的な元利返済能力に限りがあり、一度経営状況が悪化すれば債務不履行が生じる可能性があるとムーディーズが判断したことを意味する。それはかなりヤバいんじゃないの？一方 JP モルガン・チェイスはバンカ株の投資判断をニュートラルから、基準となる資産と比べて少ないアンダーウェイトに見直し目標株価も 25% 超も引き下げた。かなりのランクダウンね。ブルームバーグは当局の支援にもかかわらず誘導性の確かな証拠が見られるまで株価は圧迫され続けると分析してるぜ。中国の不動産危機は2021年に恒大集団の問題が明るみに出たことから始まったぜ。その後郵送中国のような財務が堅実だとされていた企業にも信用危機が広がり、2023年には住宅販売額で業界トップの碧桂園までもが経営危機に直面し市場に大きな衝撃を与えた。あの時は不動産バブルが崩壊したと言われていたわね。そうだな。しかし中国は未だにそれを認めていないからな。だから不況や経済悪化が長引くのよね。仮に認めたところでその後は日本経済で失われた30年みたいになりそうだがな。本当ね。そんな中バンカ企業は2023年10月末に最初の信用不安に直面したんだ。同年11月6日バンカ企業は金融機関を招いたオンライン会議を開催し、出席した深圳市の国有資産監督管理委員会のトップが同社に対するサポートを公に表明した。これにより資本市場の動揺は一旦収まったんだ。それは良かったじゃない。だが2024年2月19日バンカ企業に再び試練が訪れた。どんな試練なの？深圳市に本社を置く商業物流施設大手の河南省のドル建て債券が債務不履行になったんだ。それをきっかけに地元企業に対する深圳市政府のサポート表明による信用補完効果に市場が不信感を持ち、バンカの債券や株式が売り込まれた。せっかくサポートを得られたのに意味ないじゃない。2月末にはバンカ企業が非標準債務の返済期限を延長するため複数の保険会社と交渉中との情報が広がった。財新の記者によると金融機関との信頼関係は維持されているが不動産市場の低迷により同社の誘導性は圧迫される一方らしいぞ。バンカ企業の試練はまだまだ続きそうね。他にもフォーブスでは香港の不動産問題が深刻化しつつあると報じている。それはどういうことなの？香港の不動産市場は2019年まで活気があったんだ。そのため香港の不動産を買うことは立派なステータスだったんだ。1997年に中国がイギリスから香港の主権を引き継いだ後も特別行政区と呼ばれていたくらいだからね。外資系の多国籍企業は引き続き香港にオフィスを設け個人は会社の近くに家を建てた。ところが2020年に中国政府はそれまで香港が享受してきた経済活動重視の法制度を転換したんだ。転換しちゃったの？香港の魅力が失われ外資系企業と人材が去り不動産価値が下落。中国政府は過去にも法的保護を奪おうとして抗議が起こったが2020年のデモでも政府は譲らなかったんだ。それはどうしてなの？
香港国家安全維持法を制定してかなりの警察と軍を動員して香港に供用した。この法律が施行されたことで監視が強まり企業は反発した。もはや監視社会じゃない。気が休まらないわ。実際その影響力は圧倒的だった。香港統計局によるとこの法律が施行されてから約70万人の中国人が香港を離れてしまったんだ。それだけ息苦しいところに住んでいたら離れたくもなるわよね。外国人も香港を去ったがそれ以上に目立ったのは銀行や海運会社といったグローバル企業の撤退だな。企業まで撤退しちゃったの？ゴールドマンサックスや JP モルガンなどの大企業は資産と人材をアジアの他の拠点を主にシンガポールに移した。香港で事業を展開していたアメリカの企業の約 40% が2019年に撤退。まだ香港に残っている外国企業も半数が撤退の意向を示している。香港市場での株式公開などは2020年から大幅に減少している。香港の衰退を感じさせるわね。カナダの権威あるシンクタンクマクドナルド・ローリエ研究所のジョン・ハートリーは、中国の回復を遅らせた例の新型ウイルス感染症のパンデミックと、失敗に終わったゼロウイルス政策の影響を考慮しても、香港の人々の現在の一人当たり所得は、中国政府が2020年に香港国家安全維持法を導入しなかった場合より約 10% 低いと推定している。その結果2021年以降香港の不動産は価値の約 25% を失った。そりゃそうなるわね。プライマリーマーケットとセカンダリーマーケットにおける2020年の不動産取引総額は約500億ドル、日本円で約7兆4615億円にとどまり、2019年と比べて 30% 減少してしまったんだ。超高級住宅はこの1年半で価値の4分の1を失っている。売れ残りの住戸数は2007年以来の高い水準にある。それじゃあ賃貸マンションはどうなの？賃貸マンションの賃料も下落している。賃貸経営における最近の利回りはかろうじて 3% だ。不動産に依存している香港の予算も苦しく、2023年度から2024年度には130億ドル日本円で約1兆9400億円の赤字となると予想されている。確かに中国全体の経済成長ペースの鈍化は香港の不動産市場を下げる原因となっているわね。香港のもう一つの魅力は急成長する中国経済に地理的に近いことだ。香港ドルと米ドルを連動させるペップ制により香港当局は中国人民銀行の利下げではなく、米連邦準備制度理事会の利上げに従わないといけないため高金利も影響している。だがどちらも不動産市場の劇的な変化の主な原因ではない。それはどういうことなの？企業にとって金利政策の変更と中国経済の回復を待つことは簡単なことだっただろう。実際これまではそうしてきたからな。原因は香港国家安全維持法であり同法が香港の環境を根本的に変えてしまったことにある。香港国家安全維持法の影響はそれほど大きかったのね。不動産価格の下落ペースを緩やかにするため、香港当局は価格上昇を抑えようとして10年以上前に導入した法律を撤廃した。不動産を購入する非永住者に課していた 15% の税既存の住宅所有者への 7.5% の税は廃止され、購入から2年未満の不動産の転売を抑制するための税も撤廃された。人材流入を促進するためにビザ発行の条件も緩和されている。なんで緩和されたの？不動産価格の下落ペースを緩やかなものにするためだな。しかも不幸なことに中国政府はさらに厳しい香港基本法第23条の立法化を迫り、香港での破壊行為や外国勢力による干渉などを取り締まる国家安全条例案が可決された。この新法は表向きは外国の政治組織だけを対象にしているが今のところ起訴したのは香港の住民だけだ。香港はかつての魅力的な法的保護がなくなって久しくなっている。その一方でシンガポールの人たちは喜んでいる。それはどうして？シンガポールは現在香港から流出している企業や人材富の多くを獲得している。一方中国の当局は昔中国に膨大な富をもたらした香港が、今後はもう儲けが出ないことに気づいていないか無関心なようだ。前者なら経済音痴後者なら無頓着よね。後々自分たちの首を絞めなければいいのだけど。2023年3月10日にアメリカの大手銀行シリコンバレー銀行略称 SVB が破綻した。どうして破綻したの？9日 SVB は米国債の金利上昇に伴って発生した18億ドルの損失が発生していた。このためバランスシートを補強するために株式売却を行うことを提案したんだ。これによって株価が 62% 下がったんだ。このニュースを受けてファウンダースファンドやコープマナジェメント、アニオンスカーレベンチャーズといったベンチャーキャピタルは、その顧客に対して預金を引き出すように提案したことで取り付け騒ぎの発生がより早まった。この取り付け騒ぎによって24時間で420億米ドル日本円で約 5.5 兆円が流出したんだ。
これだけの金額が流出したら破綻しても無理はないわね。これを受けて SVB の株価は10日の取引開始までの市場内時間外取引で、さらに 66% 下がり取引が停止されることとなった。そして10日には流動性が不十分であり債務超過状態であるとして、カリフォルニア州金融保護改革局によって閉鎖されてしまったんだ。その後 SVB は米連邦預金保険公社の管理下に置かれた。まさにあっという間だったわね。それでアメリカの大手銀行の破綻が今回の中国経済とどう関係があるの？中国市証券時報は3月15日付の社説で SVB の破綻について、中国の金融システムに影響を与えることはないが、銀行業界にとって重要な教訓になるとの見解を示していたんだ。具体的にどんなことを書いていたの？中国で SVB のような銀行が破綻する可能性は低いが、この事件は中国の中小金融機関の発展と金融システムの安定に重要な影響を及ぼすと指摘したんだ。これを受けてリスク管理能力への懸念から蘭州銀行、西安銀行、アモイ銀行など、中小銀行の株価は過去1週間大手銀行と比べて大幅に弱い値動きとなった。証券時報は銀行に対する規制緩和が SVB 破綻の要因との見方を示した。一方中国では数年にわたる金融規制改革により金融業界を浄化し、シャドーバンクを抑制して金融リスクを低下させたとしたほか、規制の抜け穴を塞いできたとも指摘した。SVB の破綻が中国の金融市場に重大な影響を与えることはないが、中国の金融業界はこの教訓から真剣に学び常にリスクの予防と管理を優先する必要があると訴えた。中国は今の経済政策を本格的に見直す時が来たのかもしれないわね。そうかもしれないな。いくらメンツを潰したくないとはいえ統計を粉飾してしまったら本末転倒だ。例夢の言う通りメンツやプライドを捨てて金融政策を再構築すべきだと思うぜ。以上でなぜ中国の銀行が倒産しているのか？という話題について解説したぜ。中国の銀行が相次いで倒産している理由がわかったわ。でも中国で唯一のドル箱だった不動産業界の経営が悪化して中国は大丈夫かしらね？大丈夫ではないだろうな。そのため中国政府も何かしらの手は打ってくるかもしれない。ただ経済音痴すぎて何をやっても裏目に出ているのが現状だ。だからといってこのまま国がただ崩壊していく様子を見ているだけってことにはならないでしょうね。どうだろうな。結局どうすることもできなくてジエンドってことになる可能性は覚悟した方がいいかもしれないな。みんなは中国の銀行についてどう思ったかな？リサ、最近中国の経済状況がかなり悪化しているみたいだけど具体的に何が起こってるの？ああそれな。実は中国のシャドーバンク中上企業集団が破産しちゃったんだよ。とうとう経済崩壊が現実味を帯びてきてるんだぜ。それって大変じゃない？ああ大変だ。その負債額なんと9兆円だぜ。ピーク時には20兆円もの運用資産を誇っていた大企業だったんだが、不動産バブルの崩壊で一気に状況が悪化したんだよ。そうなのね。でもどうしてそんなに大きな企業が崩れちゃったの？中上企業集団は主に信託会社やウェルスマネジメントプライベートエクイティに関わっているシャドーバンキングの大手だったんだ。北京が本拠地で1995年に設立されたから結構長い歴史があるんだぜ。じゃあなぜこんなにも急に状況が悪化したの？実は創業者が心臓発作で亡くなったのが2021年。その時に新型コロナウイルスのパンデミックも重なって中国経済が大きな打撃を受けたんだ。不運が重なったといえばそれまでだけど、それにしてもこんなにも大きな影響が出るとはね。ああ今回の破産は市場にも大きな影響を与えている。中国株の信用がなくなり始めて投資家たちは不安定な展開に直面しているんだ。経済のことは難しいわね。これから中国の経済はどうなると思う？おそらく信託商品という小売回りの投資商品を売る人が増えて中国経済はさらに厳しくなるだろうぜ。バブルが弾けると売るから下がる、下がるから売るの連鎖が加速するからな。何に対しても依存しすぎるのって良くないわよね。中国はどういう対応をしているの？中上企業集団の経営が行き詰まった後中国指導部は処理手続きを急いで進めているんだ。金融リスクを抑えるために力を入れてるけどいつも対応が遅れがちなんだよな。追い込まれてからじゃなくてもっと早くから支援すればいいのに。うんそれが理想だよな。匿名の関係者によると2023年10月時点で金融市場への影響を抑えるためには破産が最も有効だと判断したそうだ。かなり手早く畳もうとした感じね。ああ。2023年10月後半に破産を承認し2024年1月には裁判所がそれを公表した。かなり迅速な対応だったぜ。本当に珍しいわね。普段はダラダラしているのにこういう時だけ素早く動けるなんて、不動産危機が金融システムにどれだけ影響するかってことを指導部も重々承知してるんだろうな。それで中上の債権は誰が担当してるの？
主に有力な個人が関与してるけど、この破綻はすでに弱っている消費者や投資家の心理をさらに悪化させる危険があるな。中国の株価は暴落して信用も落ちてるものね。ああ。例えば中越資本の創業者は金融リスクの波及を防ぐために、中国当局が問題を是正する取り組みを加速させてるって言ってるぜ。それにしても今回の件は影響が大きそうね。アーシャドーバンクである中上の破産は不動産バブルの影響がシャドーバンキングセクターにまで波及していることを示しているんだ。不動産バブルの崩壊がこんなに広がるとはね。だな。そもそもリーマンショックの後頃から中国経済の不動産投資、特にマンション建設が大幅に増えていたんだが、当時の政府は不動産投資を通じて景気を支え経済成長を促進しようとしたんだけどな。政府が主導していたのね。政府だけじゃないぜ。地方政府も関与してた。地方政府は大手デベロッパーに土地を売って、それでデベロッパーはシャドーバンクから資金を調達しマンション建設を加速させたんだ。その結果不動産バブルが拡大したのね。ああ。国民の期待もあってマンション価格はどんどん上昇し、不動産バブルはどんどん膨らんでいったんだ。同時に中上グループのような企業が設定する信託商品への需要も急増していたぜ。どれくらい資金が流入してたの？ピーク時には信託商品への資金流入が増えて、中上の運用資産規模は約20兆円にまで膨れ上がったんだよ。これだけを聞くと本当に儲かっていたと思うよな。20兆円ってすごいわね。でもどうしてそんなに自信を持って拡大できたの？中上は不動産市場の上昇を背にして自分たちがマーケットをコントロールできると錯覚していたんだ。こういうのをコントロールイリュージョンって言うんだぜ。イリュージョンって言うからには何かまずそうね。ああ。要するに錯覚だからな。その結果、例えば2020年に中国政府は3つのレッドラインって財務指針を打ち出したんだ。これが不動産業者の資金繰りを悪化させてバブルが崩壊に向かうきっかけになったぜ。3つのレッドラインって何？不動産会社に対する3つの財務基準だぜ。総資産に対する負債比率が 70% 以下、自己資本に対する負債比率が 100% 以下、そして短期負債を上回る現金の保有を義務付けた。これを守れない業者は銀行融資が制限されるんだ。それを守れない企業が多くて経営破綻の懸念が広がったのね。今回破産した中上はどういう感じだったの？中上に参加してた中国最新宅は不動産関連の債券の価格が割安だと判断して、経営が悪化した不動産企業に対して貸付を増やしたんだ。それでどうなったの？当然まずいことになった。実は中上は急速に経営状態が悪化していた中国恒大集団などからも資産を買い取ってたんだよ。恒大ってこの前破綻したあそこでしょ？それはやらかしたわね。そうなんだ。不良債権が急増して資金繰りが悪化した。さらにはグループ企業が設定運用してた信託商品にもデフォルトが発生して、2023年8月には一部の顧客が返金を求める抗議活動を起こしたんだ。もう泥沼ね。ああ、それまでは信託商品には暗黙の政府保証があるという思い込みがあったんだが、この破綻でそんなものはなかったという現実が突きつけられた。そもそもシャドーバンクって具体的にどんな金融機関なの？施設の銀行みたいなものだぜ。中国では大手の国有銀行が信用力が高い大企業への融資を優先するから、シャドーバンクが信用力が低い中小企業や民間企業、地方政府に貸し出す役割を担っているんだ。普通の銀行からは融資を受けられない相手に高金利で貸し出すのが特徴だぜ。サラ金みたいな組織ね。それが地方政府にも関わってるの？ああ。シャドーバンクは地方政府やその収入を支える企業にも関わってる。リーマンショック後には政府が何とかして支払いを保証するだろうという希望的観測が強まっていたしな。でもそんなのは必ずしも安全だとは限らないわよね。当然だぜ。2018年頃からは大手保険会社などもシャドーバンクへの投資を増やしていた。でも中上の破産で明らかになったのは、暗黙の政府保証はあくまで思い込みに過ぎなかったってことなんだ。結局その中国の不動産やシャドーバンクの問題ってどれくらい深刻だったの？2023年11月時点で、専門家の間では中上の不良債権問題が原因で投資家の損失額が約560ドル日本円で約8兆1200億円に達するとの見方があったレベルだぜ。その額はやばいわね。ああ。実際に破産したのは2024年になってからだが、前々から兆候は見えていたな。見えていたのに中国政府は何をしていたの？もちろん無策ではなかったぜ。2023年11月、国家金融監督管理総局は信託会社などへの監督を厳格化した。でも経営悪化したシャドーバンク企業に公的資金を注入し、投資家を守るところまでは踏み込まなかったんだよ。中上の顧客の多くが富裕層だったから、その影響は限定的だと判断したのかしら？そうかもしれないな。
でも顧客が富裕層だったとしても経済の動きはそう簡単には変えられないからな。中国政府の対応の遅さはこれまでも問題になってたけど今回も改めて浮き彫りになったわね。ああその通りだ。中上は返済能力を失ったまま放置されて結局は破産に追い込まれた。これによって暗黙の政府保障への懸念がより高まったぜ。これから中国での投資はどうなるの？今のところ中国の不動産市場が下げ止まる兆しは見られない。中上の破産で信託商品の返金を求める投資家は増え、信託会社は資産売却を急ぐだろうな。資金が不動産から流出すると実体経済にも影響が出るわよね。その通りだ。株価の下落リスクは上昇し、海外への資金流出も活発になると予想されるぜ。さらにマンション建設の停滞は中国全土で問題化するだろう。土地の需要が下がると地方政府の財源にも大きな影響があるわね。そうなると経済成長率の低下によって税収が押し下げられ、地方政府の財政破綻リスクは高まるだろうな。基礎資材や建設機械の需要減少は生産活動や設備投資の抑制を招くだろう。完全に悪循環に陥ってる感じね。中国の景気対策は本当に大変そう。そうだな。中国がこれからどう動くか注目しないといけないぜ。そういえば最近若年層の雇用率の問題も話題になってたけど、これからどんな影響があると思う？若年層を中心に雇用所得環境が悪化してるなら消費者心理もどんどん悪くなるだろうな。中国ではマンションが完成する前に契約してローン返済を始める予約販売が普通に行われているけど、完成しない物件が増えれば返済を拒否する人も増えるだろうさ。完成もしてない物件にお金を払うのは納得できないものね。だな。そして家計や企業が支出を減らして債務返済を急ぐと、さらにデフレ圧力が高まる。こんな状況だと中国経済が不況の連鎖から脱却するのは当面難しいぜ。中国政府や中央銀行は何か対策を講じてるの？2023年の新規融資は前年比で 6.8% 増えて22兆7500億円になったんだけど、その増加分の多くは国有国営企業の目先の資金繰りに回ったようだ。中国政府には長期的な計画を立てる余裕がないみたいだぜ。問題があるのは不動産業界だけ？あとは鉄鋼業界でも生産能力の過剰が問題で、新たな融資が将来の不良債権予備軍になる恐れが出てきてるぜ。シャドーバンクの中上の破産は投資に依存した中国経済の構造の逆回転を加速させてるとも言えるな。中上の破産がそんなに大きな影響を与えたの？ああ中上の破産は投資家の信頼を大きく揺るがせたんだ。2023年8月には北京の本社に投資家が詰めかけたり、テレビ東京が中上が販売した投資商品の契約書を入手したことがあったんだ。そこには非常に高い年利が設定されていて、投資額が増えるほど利回りが良くなるとされていた。その支払いが突然ストップした？そう、2023年7月には突然支払いがストップして、中上には投資した金額を回収しようとする人が増えたんだよ。それに不動産開発の大手中国恒大集団の危機が重なったからな。2024年1月には香港の裁判所が中国恒大集団に対して会社の資産を差し押さえて売却するよう命じる判決を出したんだ。あの問題も深刻だったわよね。どのくらいの負債があったんだっけ？2023年6月末時点で約50兆円もの負債があったんだ。その影響でショッピングモールの開発が途中で止まってしまい、現場は資材が積まれたまま放置されている状態だったんだよ。いろいろと後を引きそうね。ああ。経済全体の信頼が揺らいで、今後も悪いニュースが続くかもしれないな。そもそも中国は1300兆の負債を抱えていて、これが返済不可能だと問題になっているからな。とてつもない数字ね。一体何が問題だったの？主な問題は不動産デベロッパーの経営危機だぜ。例えば中国の大手不動産デベロッパーの碧桂園は2023年上半期に1兆円の赤字を報告して深刻な経営危機を公表した。不動産といえば恒大集団の方は？さっきも言ったが、もちろん大変だぜ。詳しく流れを追うと、2021年に債務危機が表面化して、2023年7月には2021年と2022年の決算をようやく発表したけど、2年間で約11兆円の巨額赤字が出ているんだ。2022年末の負債総額は約48兆円にも達している。それは本当に大変ね。ああ。この上もし不動産市場が暴落すれば、中国経済にとってはもう一つの大きな危機になる。地方政府が発行させている第三セクター企業の債務も巨大で約9兆ドル。日本円で約1300兆円にもなっているんだ。そんな巨大な債務を抱えているなんて信じられないわ。ああ。今回の経済危機は中国にとってかなりの試練になるだろうな。地方政府の財政状況も深刻で、彼らが抱える債務がどれだけ重荷になっているか、これからの展開に注目が集まるぜ。中国の経済がそんなに悪化していたのね。ああ。
実は中国経済が失速する中で特に地方政府の債務の巨大なリスクが隠れていたんだ。2023年2月には中国の貴州省政府のシンクタンクがこれを緊急の問題として指摘する報告を発表したんだよ。その報告では何が言われてたの？債務問題が非常に深刻で直ちに対応が必要だとされているけど限られた財政資源では解決が難しいとも言われていたぜ。事実上自分だけでは解決不可能とされているから大きな懸念材料だな。でもなぜそんなに債務が膨らんだのかしら。そもそも貴州省ってどんなところなの？貴州省は中国の中でも経済的に貧しい地域の一つで2000年以降貧困脱却を目指して中央政府の支援の下で開発が進められたんだ。しかし結果として郊外には中断されたインフラプロジェクトが多く残され地域はますます経済的な困難に直面しているんだ。具体的にはどんな状況なの？道路や橋建物の工事が始まったけど資金不足で途中で放置されているケースが多いんよ。しかも貴州省だけでなく他の地方も同じような状況で GDP を押し上げるためにインフラ投資を進めたけれど、その資金が尽きた時プロジェクトは中断されがちなんだ。地方政府はどうやって資金を調達してたの？それが問題の核心だぜ。地方政府は中央政府からの直接的な支援に頼れないため、地方融資平台と呼ばれる特殊な投資会社を作って銀行融資や債券発行を通じて資金を集めてきたんだ。この地方融資平台は中国全土で使われているから数は1万以上に上ると言われている。でもこれらの投資会社の多くが資金繰りに苦しみ債務の返済を繰り延べる事態も起こっているんだ。資金調達のための会社が資金繰りに困ってるなんてそれは経済にとって大きな問題ね。ああ特に実質的には地方政府が保証しているとみなされているからこれらの債務は地方政府の隠れた債務とも呼ばれているんだ。経済全体に影響を与える大きな問題だよ。その地方政府の隠れ債務って具体的にどのくらいあるの？ IMF のデータによると地方政府が公式に認めている債務だけで35兆ドル日本円で約700兆円なんだ。隠れ債務はもっと多くて100兆ドル以上日本円で約2200兆円にもなり合計で約2900兆円にも上るんだぜ。そんなに巨額の債務があるなんて大変ね。地方ごとの状況はどうなってるの？残念ながらそれぞれの地方政府ごとの債務についての詳細はほとんど公表されていないんだ。だけど地方政府の財政状況が厳しくなってるのは確かで中央政府もその危機感を強めているんだよ。どう対処しようとしてるの？中国政府は地方政府の債務リスクに対処するために緊急対応計画を発表していて、地方政府の債務が危機的な状況にある場合は財政再建計画を始める必要があるって言ってるんだ。具体的には債務の利息支払いが政府支出の 10% を超える場合を警戒ラインとして設定しているんだぜ。どれくらいの地方がその警戒ラインを超えてるの？アメリカのシンクタンクであるロビウムグループのローガン・ライトってアナリストによると、必要な財政再建を行うべきレッドラインを超えた地方はかなりの数に上るそうだ。実際には多くの地方が財政再建の必要性に迫られていると警告されているんだぜ。それは何がまずいの？実際にどこかで債務危機が発生した場合債務危機の連鎖が始まる可能性がある。政治的な介入によって一時的に抑え込むことはできるかもしれないけど根本的な解決には至らないだろうな。そして一度でも債務危機が表面化すればその波は次々と押し寄せ制御が難しくなる可能性が高いんだ。それは大変ね。でもそもそもなんで地方融資平台の返済が遅れているの？それは主に不動産バブルの崩壊が原因だぜ。加えて若年層の雇用率の問題も大きく関係している。不動産市場が冷え込み若者の経済活動が低迷すると消費が落ち込みそれが経済全体に悪影響を与えるんだ。どういうこと？まず不動産バブルの話からすると、中国での不動産開発はプレセールっていう住宅が完成する前に代金の一部を支払う形態が一般的だったんだ。開発業者はその回収した資金を次のプロジェクトに回し投資が実際の需要を大きく上回るという構造が出来上がってたんだよ。それって一種の自転車操業じゃないの？その通りだぜ。これは非常に危険なバランスの上に成り立ってるシステムだから問題が起きるのも時間の問題だったんだ。実際に政府の規制強化で不動産市場が大きな打撃を受けたんだぜ。その規制強化ってどんな内容なの？これがさっき説明したやつだぜ。2020年8月に中国政府は3本のレッドラインという政策を打ち出した。これは財政状況が悪い不動産開発企業に対する銀行融資を規制するもので、不動産市場の過熱を抑え格差是正を狙った政策だったんだ。それでどうなったの？この政策によって多くの不動産開発企業が融資を受けられなくなり債務危機に直面したんだ。特に中国恒大集団のような巨大企業の信用不安は住宅市場だけでなく他の業種にも影響を及ぼして経済全体の問題に発展したんだよ。
その政策でどうしてそんなに問題が出たの？問題の根本はやっぱり多くの物件が完成前に売られていたことだぜ。購入者は頭金を支払い済む前からローンの返済を始めていた。規制が強まり開発企業の資金繰りが悪化すると建設がストップしてしまい、購入者は住む場所もないのにローンだけが残ってしまうんだ。それじゃあ購入者はとんでもない状況に追い込まれるわね。その通りだぜ。そしてそうなると購入者がローンの返済を拒否する動きが全国に広がっていったんだ。未完成住宅問題が深刻化し、これが中国全体の不良債権リスクを増大させる可能性がある。そんな状況で中国政府はどう対応していくのかしら？今後の政府の動きに注目だな。ただこの問題を解決するのは簡単じゃない。地方政府の債務問題も絡んでいるから対策はさらに複雑になるぜ。私たちにも何か影響ある？この不動産危機は最悪の場合リーマンショック級の影響を世界経済にもたらす可能性があるぜ。不動産市場の崩壊が金融市場に波及することで全世界の投資家や金融機関が打撃を受けるかもしれない。それに中国政府もこの事態を重く見ていて、2022年の後半には救済案を次々と発表して事態の打開に努めているんだよ。日本でもあったけどやっぱりバブル崩壊って怖いわね。ああ。そして実は中国の不動産規制は1990年に日本で導入された金融緩和の規制に似ているんだ。日本は1980年代の地価の高騰を抑制するために大蔵省の通達を出して1991年には地価が下落し始めた。その結果日本経済は長期のデフレに突入し、失われた数十年と呼ばれる時期が始まったんだよ。中国も同じような道を歩むかもしれないな。それは心配だわ。しかも中国の不動産市場は世界最大規模だから、バブルの崩壊がどんな影響を与えるかは誰にも予測がつかないんだ。うわ、それじゃあ本当に怖いわね。だな。そして次に若者の失業率上昇について説明すると、中国の国家統計局によると26歳から30歳までの失業率は 19.7% らしいんだ。でも実際はもっと高いかもしれない。北京大学の教授が言うには、家で寝そべっている非就学の若者を加えたら失業率はもっと上がる可能性があるって話だな。何パーセントくらい？驚くなかれ 46.5% だぜ。ほとんど半分の若者が仕事がないなんて想像もつかないわね。だからこそ寝そべり族が増えてるんだよ。これは働かず金も使わず最低限の生活で満足しようという人たちで、経済が不安定で伝統的な成功モデルが達成困難になってきたから、そうやって生きていこうとする若者が増えてるんだ。経済はさらに厳しい状況になるかもしれないわね。ああ。消費が減ると企業の収益も下がり、それがまた投資や雇用の低下を招く。悪循環に陥る可能性が高いぜ。中国の未来本当に心配だわ。先日も中国紙南方日報が寝そべりはどこから来た正義なのかっていう記事を出してたぜ。西賀大学の李鳳陽副教授は、寝そべりは良心や納税者に申し訳ないと論じている。共産党青年団のウェイボーでも寝そべりはいらないって強い言葉で批判されているんだ。専門家とかはどう見ているの？ラジオフリーアジアのインタビューで経済学者の外平和さんは、消費者は経済発展を牽引する大切な要素だ。若者がお金を持たずに消費しなければ経済を牽引できなくなるって言ってたぜ。仕事をしないで投資もしなければ経済発展にブレーキがかかるだろうってな。経済がさらに悪化するって本当に大変そうね。ああ。2023年の成長目標は 5% だったが、BCNN ビジネスの報道によるとこの目標はコロナ前の10年間の平均年間成長率約 6% を下回るもので、2024年はさらに深刻な状況に陥る可能性があるそうだ。今後数十年間景気が低迷し続ける可能性があるんだよ。どうしてそんなに長引くって言われてるの？例えばアメリカンエンタープライズ研究所のデレク・シザーズは、中国の問題は単に GDP 成長率の低下じゃなくて成長の質と持続可能性にあると指摘しているぜ。大規模な市場改革がなければ中所得国の罠にはまる可能性が高いと言っているんだ。中所得国の罠って？多くの発展途上国が一定の経済成長を達成した後成長が停滞する現象だぜ。要するにあるレベルまで成長した後はそれ以上成長しづらくなるんだ。中国の未来本当に心配だわ。ああ。政府も対策を講じてはいるけど、それが十分かどうかはまだ不透明だぜ。特にゼロコロナ政策の転換やその後の経済回復が期待されたけど、逆風が強い。今後の中国の動きには目が離せないわね。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。